道の駅葉山まで、1キロで、まあ、道のナビは 1.6 ってなってるけど、まあいいでしょう。で、左に日豊本線、下行ったら日向長い駅、これは道の駅から歩いて行ったことがあります。あ、見えてきました、ちっちゃな駅ですけど、左およそ700メートル先右方向です。日向長い駅が見えています。忘れてしまったけど、分かりにくい言葉、そうです。まもなく右方向です。その先目的地付近です。道の駅まで撮っていますね。国道10、国道326、3キロ、新見事、五稜、五稜参考地だとか言ってる場所があるんだけど、それのことなんですね。3キロ戻ったところに、まもなく目的地付近です。出そうかな。ちょっと入ってみますね。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。くるっと回ってきますか。駅はなんか売り方の上手っていうか、商売の上手なところが栄えてるっていう感じがします。箱に入ったそのいつまでも日持ちするお土産しか売ってない店は、道の駅はやっぱり苦しいかなって感じます。はい、